はい、じゃあそれでは本日の刑事訴訟法の一斉テストの方ですね、解説の方を進めていきます。刑事訴訟法についても、これまで扱ってきた民法以下の4科目と同様に、今度は5科目目ということで、担当と、それから簡易の記述式の問題ということで、2本立てで今回も出題しています。 その入門の総まとめっていう形の効果測定ということであれば、まあ、第1問ですね、担当式については、まあ、大体30問よりもちょっと上の方に行ってほしいっていう感じですね。目標点としては35点前後。えー、で まあ今年、合格目標とされている方については、やっぱり45点近い点数が取れれば、担当としては万石かなというところをしますで、えー。で、第2話の記述についてはね、あ,のまあ、ある程度状況にもよるとは思いますけれども、まあ、見てあの分からないという状況があるものについてはしっかり潰してほしいと。まあ、特にあの論文の中ではまあ典型論点にあたるものになりますね。典型的なもので。まあ、あとはまあそのままズバッと書けないとちょっと危ないなというものが、えー、多く出てますので、えー、そちらの方はあのまた解,解説のところでやっていくことにいたします。 でまあ、特に今回、担当なんですけれども、あのまあ、民事訴訟法もまあ同様なところがあってあの、いわゆる論文対策となるような場面、部分と、えー、いわゆる担当プロパー、担当を中心でしか問われないようなもの、特に手続き的な部分であったりとかは、えーまあ、担当でしか問われない分野とはそこそこあって、まあ、今回のこの確認テスト、一斉テストでは、まあ、一応、 一回目の入門知識が、えー、しっかりまあ終わってるっていう段階で、ま,あ、まずまず最初、果測定でやるっていう、そういう位置づけになってますので、まあ、いわゆる担当プロパーに当たるような問題っていうのは基本的には出題していませんので、えー、まあ入門段階でまあ扱った知識というものを、えー、しっかりと確認をしていくということになりますので、まあ、もし抜けてるところがあったらもう一度入門をしっかりその該当箇所をね、チェックして、えー、あー抜けてたなっていうところを押さえていただければと思います。 では、えー、大体まあ1時間強ということになりますけれども、えー、担当の問題から順番に見ていきます。まあ、1問ずつで確認をしていきますので、えー、このその場で、まあ、できればね、えー、その場であで見直すっていうのもそうですけれども、後でこの場で、えー、解決してしまって、でそれでまあ完結してしまうと、学習効果も高いかなと思いますので、えーまあ、どんどん、ね、この1時間の中でも終わらせてしまうという感じで進めていきます。 では、それでは、えー、早速ですが、えー、問題見ていきましょう。えー、担当1問目ですけれども、まず申告罪に関してです、えー。有効な告訴の存在が、基礎または訴訟条件になっている。これはまあ、合っていますね、ここまではね。えー、告訴がない間は捜査をすることができない。えー、これはまあ、バッテですね。あのー、基本的には告訴の可能性があればいいんです。 えー、告訴の可能性があれば捜査をすることができます。で、逆に、えー、告訴の可能性すらなくなった場合には申告罪の捜査はできなくなりますよね、えー。そうしないと、その告訴を取るまでは捜査ができないとなっちゃうと、やっぱり証拠が散逸しちゃうんですよね。財、えー、所隠滅の恐れであったりとか逃亡の恐れっていうのがあるわけだから、えー、告訴を取り付ける可能性があるうちは、やはり捜査はすべきだとされています。で、ちなみに先ほど言ったように、告訴が取り付ける可能性がない場合の典型例は、す、え、べ、ー、ての告訴権者の告訴期間が経過した場合、 すべ、えー、ての告訴権者の告訴期間が経過した場合とか、えー、もしくはすべての告訴権者が告訴を取り消した場合ですね。告、えー、訴を取り消すと再告訴できませんから、そういう状況に立ち至れば、もう捜査はすることはできないけれども、えー、そうでないときにはできますということですね。はい、じゃあ次に2番。えー、こちらはですね、親権者が2人いると。まあ、お父さん、お母さんということでしょうね。えー、法廷代理人である親権者が2人いるときには、えー、各自が、えー、法廷代理人として告訴できます。これはそうなりますよね。 ちなみにあの国訴機関についても各自進行します。各自で、えー、別々に国訴機関というのは算定されますので、えー、法廷代理人が2人いるときには、えーまあ、その法廷代理人それぞれが独立した、えー、あの国訴権者として、えー、進みます。ですから、まあ、さっき国訴機関の起算点なんかも別々に判断されます。では次に3番 はい。警察官は異常な挙動をその他、周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯したと疑うという相当な理由があるものを提出させて質問することができる。これはあの、軽職法2条1項の、いわゆる職務質問ですよね。ですから、これは問題なくできるということになります。まあ、これは軽職法の2条1項ですよね。 軽職法の2条1項の職務質問として質問することはできるが、質問するために同行を求めることはできない。これ、軽職法の2条2項で、動同行を認めています。これは、ちなみに行政警察活動としての任意同行ってやつです。職務質問するときに、周囲の状況ですよね。まあ、一般的にはその場で質問することが本人に対して不利であったりとか、交通妨害になるような場合であれば、 まあ要するに周囲に混乱が生じるような場合なんかが想定されています。でそのような場合には、付近の警察署同行することというのは、やはり同じように、軽職法、2条2項で認められています。えー、とちなみにこれが一般的に、行政警察活動としての職務質問に付随する任意同行、ね、行政警察活動における職務質問に付随する形の任意同行というのも、これは条文で認められています。 で次に4番、はい。これ停止させての要件ですよね。停止させてっていうのは、このように運転車両の窓から手を差し入れ、エンジンキーを引き抜いて取り上げることは許される場合があります。これはちなみに停止させて必要かつ相当な行為なら OK ですよね。必要かつ相当な行為ならば OK で、このようにまあ停止させてってのは実際ね、 えー、ちょっと止まってよっていうふうに実際に有形力を行使することっていうのも、まあ、必要かつ相当な範囲なり許されますから、その停止させてにととも伴う有形力の行使として、このエンジン機を引き抜く行為も、えー、必要かつ相当な行為として OK です。えー、とちなみにこれ、論文だったらね、必要かつ相当ってどういう意味かっていうと、まずこのエンジン機を差し入れて抜き取ることが、この職務質問を実施するために必要であると、えーまあ、例えばですけれども、この人がエンジン機を空ぶかししてるとかね。 た空ぶかししていて、そのまま発信してしまうような状況であれば、えー、まあ実際にそこで止めなきゃいけないと、えー、そのまま職務質問を継続するためには、エンジン機を引き抜いて発信させないことは必要だし、あとはまあ想定される犯罪の性質とか、嫌疑の程度ね、えー、想定される犯罪の性質や嫌疑の程度や、えー、その被疑者の、被疑者でまだね、えー、この職務質問を求める相手方ですね、まだこれはあの被疑者ではありませんね、えー、職務質問を求めるその相手方、えー、そういった相手方についての、 その挙動とか、まあ、そういったものからして、エンジン機を引き抜いて停止させるということが必要であって、相当っていうのは、非侵害法益との関係で必要性が上回る場合を指しますから、そうすると、例えばこの時に、非侵害法益ってどういうものかっていうと、まあ、大体の場合は一時的な移動の自由ですよね、えー、職務質問をやっている間は、一時的に車で移動することができないという、まあ、一時的な移動の自由にとどまるということから、まあ、非侵害法益はまあさほど大きくない。 まあその一方で、このエンジン機を止め、エンジン機を引き抜いて、車を発進させない必要性っていうのが認められる。で、そちらの方が優越するならば、必要かつ相当な行為として、職務質問を行うための停止行為として認められるっていう流れだね。で、ちなみに大体の場合、こうやってエンジン機を引き抜いて取り上げるっていうのは、まあ、大体の場合、あの覚醒剤の使用とか飲酒運転とかそういったものが疑われる場合です。ですから発進させたらね、事故ってしまうなんてことあるわけですよね。 それで車で運転するのを許してしまうと、薬物中毒とかアルコールの影響によって、例えば事故を起こしてしまって、周りに危害に及ぼす可能性があるなんていう時には、やっぱりエンジン機を引き抜く必要性というのがあるわけですよね。それはもちろん、さっき言った通り、職務質問を続けるためには、やっぱりそれは引き抜かなきゃいけないよという必要性もあるし、実際そのまま発信させてしまえば、そのまま事故を起こしてしまうという必要性もあるわけですから、そうすると、さっきも言った通り、 その犯罪の性質、嫌疑の程度、えー、それから、えー、その相手方の挙動とか、まあ、そういったものをね、えー、総合的に考慮して、えー、それにこのような行為を行う必要性があって、非侵害保育を上回るならば、これは停止させてというね、これは刑職法の2条1項の停止させてという文言の、ね、解釈でしたけれども、えー、必要な行為として有権力の行使も許されますという話です。まあ、ちょっと解説長くなりましたけど、ここはまあ論文だったらどう書くかというところね。 必要かつ相当な行為であるならば、有形力の行使として許されるっていうのがありますから、まあ、もちろんこれ、あの緊急性をかみしてもいいですからね、論文では。必要性、緊急性を考慮した上で、その、非侵害法益よりも、その必要性、緊急性が上回る場合には、 必要性、緊急性を考慮した上で、具体的状況の相当っていう、まあ、いわゆる認証部の限界と同じような判断枠組みで、この有形力の行使と見ていくことも可能ですよね。では次に5番。はい、このもは似たような話、えー、警察官が相手方の承諾を得ることなく、えー、ですかね、携、え、行、ー、品の所持品であるバッグの今回施錠されていないチャックを回避,回避し、えー、内部を一別することで。これは職務質問に付随する これは所持品検査ということになりますね。軽職法2条1項に基づいて行われる職務質問に付随する所持品検査です。ということは、これも基本的な考え方は、まず強制処分に当たればできないわけですよね。強制処分に当たればできないということになりますが、そうすると、強制処分に当たるかどうかについては、明示または目次の意思に反して、でそれで重要な権利利益を侵害するかということになるけれども、そうすると、今回施錠されてないバックということですから、まあ、プライバシー性がそんな高くないんですよね。 これが、例えばね、鍵がかかっている新しいケースとかになってくると話は変わってくるわけだけれども、施錠されていないところを開けるってことは、まあ言ってみれば、まあ、外部から見られることを予定しているという意味では、プライバシー性はさほど高くない。ため、まず強制処分に当たらない。で、強制処分に当たらないとして、任意処分の限界を超えるかですよね。で、それは必要性、緊急性を考慮した上、具体的状況のもとで相当化を見ますよね。で、その時に、じゃあその、えー、その、 バックの、施錠されていないバックの中身のプライバシーを上回るだけの必要性緊急性が認められればいいってことになります。で、まあ実際この場合には許される場合としてはそういうふうに、えー、その、えー、施錠されていないバックの中身のプライバシー性を上回るだけの必要性緊急性があるならば、それは具体的状況の下で相当として、えー、認められる方が十分あります。ということですよね。えー、ちなみに与田ノ銀行強盗事件の問題ですよね、これね。 米子銀行強盗事件の中で示されていますで次に、公、はいえー、を採用場所に任意同行することが事実上不可能であると認められる場合であっても、えー、有権力を行使することは許されないとありますが、えー、こちらも基本的には必要かつ相当ならば許されます。えー、いいですかね。まあ、今回、任意同行ということになりますかね。<laughs> えーまあ、任意同行ということになりますが、一応、まずこれ、回答の考え方は2つあって、 えー、尿採尿場所で任意同行することが不可能である場合でも、まず任意ならできますよね。任意の限界を超えなければ。えー、必要性、緊急性を考慮した上、具体的状況のもとで相当な有形力であるならば、それはもともと許されるし、まあ仮にですね、これ6番については解説にも書いてるんだけど、あの、もし仮にこれ強制採尿令状が出てるんだったら、強制採尿令状の効力で連れてっていいですかね。これはあの、もしこれ強制採尿令状が出てないという場合であれば、 強制採尿令状が出てない場合であれば、まあ、いわゆる任意処分の限界を超えない限りで、有権力の行使はまず使えますよねで。もし仮に強制採尿令状が出てるのであれば、強制採尿令状の効力として、この採尿場所まで連れていくことができて、でそしてその際に必要最小限の有権力を行使することができるというのが判例ですから、まあ、いずれもこの有権力を行使することは許されないというのは間違いということになるね。では次に7番。 えとまず7番については非常に重要です。えー、目撃者とか、まあ、被害者目撃者などの被疑者以外のものに対しては事故の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要はありません。あくまでも包括的目撃権があるのは被疑者だけです。包、え、括、ー、的目撃権があるのは被疑者だけで、えーまあ、被疑者被告人ね、要はね。包、え、括、ー、的目撃権が軽装法上保障されているのは被疑者被告人ですから、えー、被疑者被告人以外のものについては このように、えー、包括的目的権まで保障されていない、まあ。憲法上の自己不在拒否特権の限度ということになりますから、まあ、この告げなければならないというのは間違いということになります。えー、と一応確認するとね、これ223条2項が198条2項を順用してないんですよ。えー、223条の、えー、2項っていうのが、えー、198条2項の順用してません、まあ。いわゆる被疑者取り調べで、えー、取り調べ官が、まあ、前もってね、 事故の意思に反しては喋らなくていいですよとい,、ね、いうことを <coughs> いいですかねその伝えると、まあ、つまり被疑者取り調べにおいては198条2項で、えーまあ、取り調べ官としては、えー、被疑者に対して取り調べするときには、まあ、あらかじめ事故の意思に反して喋らなくてもいいですよということを告げることが義務付けられているわけですが、これは。あの 参考人取り調べについて、223条で定められている参考人取り調べでは重要がないということになりますから、えー、これは告げる必要はないということになります。では次に8番ですが、これ引っかかった人ちょっともったいない、あの10日の話だから一見するとあってそうなんだけれども、あの拘束された日からじゃないからね、えー、条文上、交流請求の日からです。えー、交流請求を記算して10日。これ208条1項に規定がありますので、えー、拘束された日からではなくて、これですね。 交流請求のあった日からです。これは208条1項ですで。ちなみに今回これはあの入門段階では、まあ、あまり気にしなくてもいいかもしれませんが、えーとまあ、担当式なんかでよく出てくるのは、これはあの本来だったら初日不参入なんですよね、10日って。 10日の帰算というのは本来、初日不参入なんだけれども、やはり被疑者の身柄拘束の問題だから、被疑者になるべく有利にしようということで、この交流の日付については初日参入です。本来だったら初日不参入の原則といってね、次の日から1日って数えるんだけれども、この交流日数に関しては、交流請求した日をいきなり1日目ということで、初日参入することで、被疑者に有利に扱うということがされています。で次に9番、詩人でも現行反対法できる、まあ、これは213条になるからね。 えー、これはいいでしょう。では、10番。はい、緊急逮捕状の請求については、はいえー、警察官である司法警察員については、えー、警部以上のものに限りこれを行うことができる。これ、通常逮捕状ならそうです。通常逮捕の令状請求は、まあ、いわゆる警部以上のものしかできません。ただ、緊急逮捕についてはもう逮捕してますから。いいですね。あの、緊急逮捕についてはもう逮捕して、その後、直ちに令状請求をするっていう場面ですよね。 ですから、すでにもう逮捕がなされているような緊急逮捕の場合には、令状請求は誰でもできます。あ、もちろんこれは、あの、司法、あの、警察、検察の人じゃなきゃダメですよ。捜査機関であることは必要になりますけれども、その捜査機関の、えー、制限はありません。ですから、司法巡査でもできます、えー。司法巡査でも緊急逮捕状の令状請求はできますが、まあ、今回一応通、えー、通常逮捕状の話です、これは。通常逮捕状の話です。 えー、ということになりますから、えー、ここは199条2項ねで、えーと。口頭になりますけれども、緊急逮捕については、えー、この210条ですかね、緊急逮捕では、えー、このような制限ありませんから、いいですね、あの通常逮捕の場合には、警部以上が逮捕状の令状請求権者ということになりますけれども、えー、緊急逮捕においてはそのような規定はありませんということを押さえておけばいいでしょう。 はい。じゃあ、それでは11番。えー、少し問題数も多いですね。どんどんやっていきましょう。えー、11番。はい。検察官は適当と認めるときには、交流の執行を停止することができる。交流の執行を止めるのは、はい。えー、検察官ではなくて、えー、裁判所です。えー、まあ具体的にはですね、まあ、問題としては、えー、交流執行については、検察官自らではなくて、えー、一応、まあ、ちゃんと見ておきましょう。えー、と一応、95条かな。えー、95条で規定されてますので、まあ、ケースをね。 まあもちろん、交流の執行の停止っていうのはありますよ。えー、交流執行停止っていうのは95条にありまして、一応裁判所はってされてます。で、ちなみにこれ被疑者段階であれば、えー、裁,あの裁判官ってことになりますよね。被疑者段階であれば裁判官ってことになりますが、えー、まあどちらにせよですね、えー、検察官が交流執行を停止することはありません。えー、あくまでも裁判所、裁判官の裁量です。まあ裁判所というのは、まあ条文上の文言で、 被疑者交流だったら207条で従業されてきますから、被疑者段階であれば裁判官の職権によって行われます。まあ、一応これはね、裁判官の職権で行われるのが交流の執行停止です。まあ、特にこの交流の執行停止ってどういうものかっていうと、例えば交流中に身近な人が亡くなって葬儀に出席しなきゃいけないとかね、まあ、一時的にそういうふうな外に出る必要性みたいなのがあるときに、その えー、葬儀に参列している時間帯だけ、えー、限定的に交留の執行を止めるということですよね。でこれはあくまでも、えー、あくまでも裁判所、裁判官の職権によって行われるので、えー、例えば申し立てとか請求できません。えー、あくまでも、えー、ま被疑者、被告人としてはこの交留の執行停止については、えーま、申し立て権とか、えー、それから請求権とかありませんから、その職権発動を促すという言動になります。に次に はい。交流理由を開示するには、えー、交流の基礎となっている犯罪事実と、えー、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があれば足りるとありますけれども、さすがに60条1項各号の理由も書かなきゃダメですよ。えーまあ、交流理由の開示については、えー、もちろんこれは60条1項各号の該当理由も、えー、必要になります。 いいですよね。えー、どうして拘留されているのかということだから、例えば住所不定、財所隠滅の恐れ、逃亡の恐れというものが認められるから拘留されるわけですよね。えー、60条というのは、まあ、ここにあるとおり、拘留されるというのはね、基本的にはその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることと、それからその60条各号のいずれかに該当することが拘留の,の基礎づけますから。ということは、この拘留理由開示請求では、えー、なんで財所隠滅の恐れがあるのか。 なんで逃亡の恐れがあるのかと、そのように裁判所が判断した理由ですよね。まあ、被疑者段階なら裁判官です。そのように判断した理由を開示することが必要になりますので、えー、この、これだけでは足りませんってことですね。では次に13番。はい、拘、え、留、ー、されている被告人が同時に余罪の被疑者として拘留されていると。まあ、ここまでいいですね、えー。で、この時には検察官は余罪の被疑事件の捜査のために必要があるときは、 はい、えー、石鹸に対して日時場所を指定することができる。これは今回余罪については、被疑者交流ついてますね。えー、余罪の被疑者交流がついていますから、まあ、事件単位説からすれば、えー、まあ、言ってみれば事件単位で判断しますよね、身柄は。ということは、この被疑者について交流ついてます。被疑者として交流ついてますから、じゃこの被疑者交流に基づいて石鹸指定することは問題なくできますよね。えー、39条3項で石鹸して OK です。 39条3条項でで指定ができます、えっと、ちなみにですけれども、もう上部に書いてあるとおり、検察官は余罪事件の捜査のため必要があるときには、不当な制限にわたらない限り、まあ、今回、被告事件についての、これ、判例が言ってます。被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、設計に対して設計指定を行うことができるということになりますね。こちらはまあ丸ということになりますので。でそこはしっかり。 被告事件の防御権の不当な制限に渡たらない限りというのも、まあ、こちらはまあ判例が、えー、まあ言っているところですから、まあ、しっかり確認はしておくべきだと思います。では、それでは、えー、と問題ちょっと多いですけれどもね、14番、はいえー、捜索差し押さえ許可上で差し押さえしようとしているパソコンの中に、えー、非事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められる場合において、まずこれがまあ要件として伝わりますよね。 パソコンの中では、非技術に関する情報が入っているという該前性がある。そして、それを確認していたら、情報が損壊される危険があるという場合、まあ、この丸一丸二の要件を満たす場合には、はいえー、包括的差し押さえできますよね。えー、このように、まあ、被事実に関する情報が記録されている該前性があり、かつ、情報が、えー、その場に記録されているかを確認してたら、その情報が壊されるという場合があるときには、このいわゆる包括的差し押さえは OK ですよね。 パソコン自体をまとめて差し押さえることは可能です。はい、14番はこれ重要判例ですよね。確認しておきましょう。<laughs> では次に15番、はい。司法警察員は、がえー、捜索差し押さえ許可状によって、被疑者以外の者が一人で居住しているアパートの居室を捜索するときに、その人が無理ならば、えー、管理人を立ち合わせることができます。えー、こちらについては114条2項で規定されています。一応今回、被疑者だから222条1項が重要する114条2項で、えー ま、これらに変わるものでもいいんですよ。うん、え、住居主、監視者、またはこれらに変わるべきものを立ち合わせることになりますから、まあ、アパートの管理人はこれに含まれます。では、16番。はい。えー、身体を拘束されていない被疑者の体内から、えー、尿を採取するために、えー、最寄りの病院に連行する場合、はい。捜索差し押さえ許可状。これは OK ですよね。あの、これは強制採尿令状っていうのは、捜索差し押さえ許可状に、えー、になりますよね。 まあちょっと不安な方は確認しておいて、この令状の種類については、えー、基本的にはね、あのえー、強制採尿令状というのは、捜、え、索、ー、差し押さえ令状になります。まあ、いわゆる老廃物、えー、体の中にある尿という老廃物を捜索して、体の中で差し押さえるっていうふうに考えてますから、えー、そうすると、えー、この捜索差し押さえ許可状が必要になります。でちなみにこれ、捜索差し押さえ許可状プラス218条6項が授与されるね。 まあ要するに意思,す、えー、意思をして適当な方法でやりなさいというやつです。意思をして適当な方法でやりなさいという、ちゃんと条件をつけることが必要になると。えー、なので、まあ、一応、一般的に強制採用令状というのは、えー、このように、まあ、えー、捜索差し押さえ許可状に218条 6, 6項を準用して、えー、その適当と認める条件、まあ、意思をして適切な方法で行うという条件を付することが不可欠な令状というのが強制採用令状でした。だからこれはいるんですよ であとは、じゃあ、交流上は必要か、婚姻上がいるかですが、これはいりません。さっきちょっと触れましたね。令状の,の効力で OK です <laughs>、えー。できてしまいます、えー。ちなみに判例が言ってたのはどういうものかというと、令状審査裁判官は、 その強制採用令状を出すときに、連行の逃避も含めて審査してるんだって説明されますよね。えー、強制採用令状を発布するにあたっては、強制採用とともに、その最寄りの場所へ連行することの逃避も含めて審査してるから、強制採用令状の効力として、最寄りの場所まで連れていくことができるし、その際、必要最小限度の有形力も行使することができるんだっていうのが判例です。まあ、いわゆる令状大在説とか呼ばれるやつですね。じゃあ次、17番。<laughs> はい、17番はこ、まあ、今年の予備の論文で出た、ことというか令和4年の予備の論文で出た話、ねえー、と司法警察庁刑が捜索差し押さえ許可状に基づいて差し押さえることができるものは、令状審査の時点で捜索場所に存在していたものに限られません。えー、とちなみに、あの問題なった判例の事案はどんな事案かというと、捜索差し押さえの、えー、執行中に宅配便が届いちゃったってやつですね、もうすごい間が悪かったやつです。あの覚醒剤で 捜索差し押さえやっているときに、その捜索差し押さえの執行中に、えー、宅配便で覚醒剤が届いちゃったとで、受け取ったものを差し押さえられるかということですが、まあ、基本的に差し押さえられるという判例がありますね。<laughs> では、まあ、一応、理屈だけちょっと簡単にフォローしておくと、まあ、理屈としては、これは、令状審査裁判官というものは、その場に通常あると思われるものについて、令状審査を及ぼしていると説明されるんだよね。えー、だから、例えば、えーまあ、この後出てきますが、同居人とかの話で、ね、 その例えば、その場に、えー、その家にあるものについては、令状の効力を及ぶから、そうするとその家に通常存在するというふうに考えられるものについては、令、えー、状審査が及んでると、令状審査裁判官の審査が及んでると、したがって、例えば同居人とかの携帯物とかね、えー、同居人とかの携帯物についても、令、えー、状の効力が及ぶと、えー。けれども、例えば、同居人とかではない、たまたま来ていた第三者、たまたま遊びに来ていた友達の携帯物っていうものは、裁判官は令状審査は及んでないから、 その場合には、えー、その令状の効力はそこには及んでないと。だ例えば、ボストンバッグとかそういったものを、えー、例えば、同居人が持っているということであれば、同居人のボストンバッグについては、令状審査裁判官は、同居人のブ、まあ、物っていうものは、そこで審査が入ってるから、効力を及ぶけれども、それがたまたま遊びに来た友達のバッグだったらダメだよっていう話がありましたよね。で、それと同じです、これ。えー、どうたまたま運び込まれたのが令状執行の後でも、通常、 まあ人の家っていうのは、そこにいろんなものがね、宅配便として運び込まれるってことは当然想定されてますから。ということは、その令状の執行中に運び込まれるものについても、そういったものは通常、裁判官というものはそこは令状審査の中で想定しているだろうと。まあ、言ってみればね、執行の前か後かで結論変わるの妥当じゃないでしょう。えー、執行の前の可能かのが後なのかによって、効力を呼ぶかっていうことが結論があるの妥当ではないので、このように令状審査の時点で存在していないものでも、全然可能ですと。 まあ、いうことですね。その運びあの、令状執行中に運び込まれた宅配便の中にも及びます。で、次に、はい、18番、え、逮捕現場付近で令状に伴う、あ、ごめんなさい、失礼しました。え、逮捕現場付近で、え、逮捕に伴う無令状捜索差し押さえをすると、被疑者の抵抗による混乱が生じるという事情があるときには、はい、被疑者を最寄りの場所に連行した上、差し押さえをすることができます。まあ、これは、あの、一応、丸ですよね。 で、今日の,あの記述でもやってるけれども、あの、外然性説ね。あの、無礼状捜索っていうのは、証拠の存在する外然性があるから、えー、逮捕に伴う捜索差し押さえっていうのは無礼状でできるんだっていう考え方を取ります。まあ、これは相当説とか外然性説って呼ばれるやつだよね。で、そうすると、えー、それが証拠が存在する外然性がある場合には、無礼状で捜索差し押さえというのが許容されるっていう趣旨からすれば、 結局はその被疑者を最寄りの場所まで連れてっても、証拠の存在する外前性変わらないんですよね。実際にね、そのまま、その場で被疑者の身体捜索するのか、最寄りの警察署に連れてって身体捜索しようが、証拠の存在する外前性は身体においては変わらないですから、ですから判例は何て言ってるかっていうと、逮捕の現場と同視することができるって言ってるんですね。一応判例の言い回しもここはしっかり言えてるかどうかね。一応これはまるで、逮捕の現場と同視できると。 どうすることができるというのがまあ判例の立場ですので、ここはまあしっかり <laughs> いきましょう。では次、19番、えー、捜査機関から鑑定嘱託を受けた者は、身体検査を拒否する者について、直接強制を行うことができるで、これはものすごく出るからね、鑑定嘱託を受けた者については、直接強制できないですからね。えっ、ー、と、これ19番はあの、必ず押さえていってください。 あの、いわゆる身体検査っていうのは、あの、いわゆる検証としての身体検査は、直接矯正も間接矯正も可能です。いい、ねえー、いわゆる検証として行う身体、まあ、一応身体検査ちょっと復習しておきましょう。あの、いわゆる捜作としての身体検査、検証としての身体検査、鑑定処分としての身体検査って3つありますよね。で、捜索作の身体検査っていうのは着衣の上からやるやです、えー。着衣の上からやる創作しての身体検査っていうものは、えー、これはまず、 捜索差し押さえ許可状を取るわけですよね。で、この時に直接強制っていうのは、要するに捜索差し押さえの執行として必要な有権力が行使できますから。いいですね。例えば逮捕するときに暴れる人を逮捕状、逮捕、逮捕状に基づいて逮捕するときに被疑者が暴れれば、それは押さえつけても逮捕しますよね。で、同じです。あの、令状の執行をの妨害するのを排除するための有権力行使は当然令状の効力でできますから。ですから、 要するに逮捕状が出て暴れる人がいたら押さえつけて逮捕しますし、例えば捜索差し押さえ中に妨害しようとする人がいたらそういう人を押さえつけますよね。えー、これはもちろん捜索差し押さえ令状が出てる以上は、その令状の執行を妨害するものを排除するための有形力行使はそれは令状の効力でありますから。そしたら、捜索に伴う身体検査っていうのは捜索ですから、結局暴れたんだったら押さえつけたっていいですよ。それは別に、その執行、執行妨害を排除するために、えー、その捜索差し押さえ令状で体を押さえつけることは可能です。 で、じゃあ、検証はどうかっていうと、検証はってどんな身体検査だったんだって言うと、裸にするやつですね、えー。裸にして外表から観察する場合と、あとは対空内を見る場合です、えー。対空内を見る場合には、検証による身体検査ということになります。で、これがいわゆる身体検査令状というのが必要になるわけです。で、この検証による身体検査っていうのは、これは直接矯正も間接矯正もできました。で、最後に鑑定処分ってどういうものかっていうと、鑑定処分は体内への侵襲ともなものです、えー。例えば採血とかね。 えー、もしくはなんか下剤飲ませて吐かせるとかね、えー。そういうふうなものについては、えー、いわゆる体内の浸襲を伴うものについては鑑定処分になります。で、鑑定処分は、まあ、繰り返しになるけど、鑑定受託者の行う鑑定処分は直接強制できません。えー、間接強制しかできないんです。<laughs> えー、なので、えー、一応そこは確認しておいてください。えっ、ー、と、条文でもまあ、一応触れられてると思いますけれども、あのー、一応、どういうふうになってるかっていうと、<laughs> どうやってもそこに行かないんですよって話です。えー、どうやっても139条にたどり着かないんです。えー、どうやっても139条にたどり着かない。えー、ということから直接強制はできないとされてましたよね。えー、とこちらちょっとまあ解説もそうですけれども、入門のところで条文の読み方もう一回確認しておいてください。えー、もしちょっと忘れてるなって方は、まず結論をしっかり押さえてね。あのいわゆる <coughs>、鑑定受託者が行う鑑定処分においては直接強制ができない。 という点ねでだから、強制採決の場合、実務ではどうやるか、えー、強制採決の場合、実務では、鑑定処分許可状だけではなくて、そこに、えー、あのいわゆる検証令状を一緒にくっつけますよね、あの併用説で。それはどうしてかっていうと、その性質上鑑定処分なんですよ、血を抜くっていうのは。まあ、ちょっとこの後やりますけれども、あの20番でやるけどさ、強制採用っていうのは、これは捜索差し押さえ許可状なんですよ。 いいよね、身体検査令状ではなくて、えー、老廃物だからっていう理屈ですね、えー。なので捜査機関が人の身体から尿を採取するためには、えー、これは、えー、捜索差し押さえ令状によるんだよね。で、捜索差し押さえ令状で218条6項を準用して、医、え、師、ー、をして適当な方法でやるべきということが、えー、必要不可欠になると。で、でそれで、まあ、実際、捜索差し押さえだから、有権力も行使できるんだよ。 捜作差し押さえだから有形力も行使できる。けれども、そう、あの、強制採決だった場合に、ちょっと話がちょっと、あの、関連事項になっちゃうけど、強制採決の場合には、老廃物じゃないから、捜作差し押さえとは言えないわけよ。だからどうしても鑑定処分許可状で血を抜くんです。だけど、強制採決するときにでも鑑定処分許可状だったら、鑑定受託者の行うものについては、直接強制ができないから、直接強制を可能とするために、鑑定処分許可状に、まあ、検証としての身体検査令状を一緒に、 併用するんですよね。それは直接強制を可能とするためなんですよ。で、まあ、一応そのあたりの知識と合わせて見ておくと、この鑑定受託者の行う鑑定処分については直接強制できないよっていうことは、まあ結構知識として紐づくからね。えー、そこを合わせて確認しておきましょう。<laughs> では、それでは,え200あでは21番いきましょう。はい。 ということで、捜査機関が犯罪の証拠物として被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取するには、捜索差し押さえ令状が必要とするが、人権にわたるおれがある点では、検証方法としての身体検査の共通の性質を持っているので、裁判官は身体検査に関して適当と認める条件を付する旨の規定が従業される、これがもうそのまま、丸っちゅう話になります。これがこの強制採量令状の一応、ばっちりと説明ということになると思います。では次に ちょっと強制採用所もう1問、身体拘束されていない被疑者を採用場所に任意同行することが事実上不可能である場合、採用することを許可する、えー、捜索差し押さえ令状の効力としてできるんだよねで。効力として連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるというのがまあ判例ですので、まあ、21番、22番はセットで確認しておきましょう。では次、23番、えー、捜査機関は、えー、強盗殺人事件に関し、 被疑者が犯人である疑いを持つ合理的理由が存在すると。まあ、こういう場合に、え検証許可状において、検証許可状がなくても、犯人特定のための必要な証拠資料を入手する手段として、行動上を歩いている要望を撮影することができる。まず結論は丸ですよね。えなぜならば、行動上を歩いている被疑者の要望っていうのは、まあ、プライバシー性っていうのが、行動上のプライバシーは下がります。まあ、よく言われているのは、行動上を歩いている人っていうのは、人からその限度で見られることは受任していますから、その限度でプライバシーを放棄しています。 したがって、プライバシーの程度が低いから、まず強制処分に当たらないんですよ。いいすね、明示、明示または目次の意思に反しの、目次の意思に反するかもしれないけれども、重要な権利利益の侵害にも当たらないから、強制には当たらない。ということは、任意の限界を超えるかどうかの問題でしょ。で、そうすると、このように、まあ、ここに書かれているような強盗殺人といった重大犯罪について、犯人の疑いを持つような合理的疑いが存在しているという状況であればね、そしてかつ犯人特定のための重要な資産、 証拠資料を入手する手段ということであれば、おそらくこのような事実関係を見れば、行動上における、いわゆる被疑者のプライバシーよりも、その写真撮影かな、今回ね、要望を撮影する必要性、緊急性の方が上回りそうですよね。とすると、まあ、言,っ言っても非侵害法益である被疑者のいわゆる行動上のプライバシーよりも、まあ、優越するだけの必要性が認められればね、 それならば、それは具体的状況のもとで相当だから、任意処分として許されることになるよね。っていう、まあ、そのあたりのところをまあパッとスムーズに指摘できればいいでしょう。では次に24番。まあ、ちょっと似てるような話ではありますけれども、まあ、24番は基本的にはこれ、ツでいいと思います。まあ、やっぱり難民とみどりに要望を撮影されない事を有しているから、行動を歩行中の人に対する警察官の要望の写真撮影は、同意なく、また裁判官の令状がない場合には、 この現行犯的状況がなければだめだと、えー、この、えー、現に犯罪が行われ、もしくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性、緊急性があり、一般的に許容される限度を超えない相当な方法を持って行われるとき以外は許されない、えー、一見するとあってそうなんですが、ここです、あの現行犯的状況っていうのは、判例要求してませんあの、これはちょっと復習になりますけれどもあの、京都府学連デモ事件ではこういうふうな要件を作ってたんですよ。 京都府学連デモ事件の中では、その現に犯罪が行われ、もしくは行われたとまがないと認められるっていうことを言ってるんだけど、その後の判例ですね。その後の最高裁判例では、平成20年4月15日の最高裁判例。まあこれは解説についてますから。平成20年の最高裁判例の中では、これは要件ではないと。まあいうことで明確に言ってます。 あの繰り返すけど、教府学連デモ事件の中ではこの要件みたいなことを言ってたんですよ。だけれども、えー、一応、反連立場からすると、この現行犯的状況っていうのは、これは写真撮影の要件ではないと。 えー、というのが判例の立場です。あの一応ねあの、ここは確認しておくといいかなという問題です。でちなみに、この、ここは合ってますね。これは合ってます。あのここは合ってるんですよ。その証拠保全の必要性、緊急性があり、えー、具体的状況の下で相当な場合じゃなければ、これは任意の限界を超えますから。いいですよね。えー、必要性、緊急性、えー、具体的状況の下で相当っていうね。まあ、ここで言うと。 この証拠保全の必要性及び緊急性があって、そしてそれが、えそれをね、緊急性があって、それを考慮した上、え具体的状況のもとで相当と認められるような場合じゃなければ、認証部の限界を超えてアウトなんですよ。だけど、あくまでも言ってるのは、判例はここの黄色で今マーカー引いたところについてで、え一応この赤で書いた現行犯的状況であってっていうのは、まあくまでも、その京都府学連デモ事件ではこのような表現は使ってるけれども、写真撮影の要件ではないというのが、一応判例としてありますからね。 平成20年の4月15日の判例、ちなみにこの平成20年の4月15日の判例ってどんな判例だったかっていうと、あのいわゆる強盗殺人事件が起こった数日後に、そのパチンコ店とか公道上の,その被疑者の写真を、まあ、ビデオ撮影したってやつです、だから事件が終わってから数日経った後なんだよね。 その強盗殺人事件が起こってから数日後に、その防犯カメラ映像に映っていた人と被疑者の同一性を確認するために、行動場とかパチンコ店内のまあビデオ撮影を行ったという事案でした。で、この中で、やっぱり現行犯的状況じゃなくてもいいよって言ったんだよね、えー。つまり犯罪から日が経って現行犯的状況じゃなくなったとしても、えー、その写真撮影っていうのはできますよっていうふうに言ってますから、えー、一応、 確認しておいてください。数日後でもできてるっていう判例ですからね。では次に25番いきましょう。えー、身体の拘束を受けている被疑者は、す、え、で、ー、に身体の拘束という、えー、強制処分を受けている以上、ある程度の処分を、えー、別個の令状なくして許されるから、はい、被疑者を全裸にして写真撮影することができ,できるわけないじゃんって話してね。えー、と一応あの、ちなみに確認ですけれども、あの身柄の拘束を受けている人っていうのは、写真撮影とかはできます。ただ、裸にしない限りです。 えっと、こちらは条文確認しておいて、218条。で、ちょっと条文一応確認しておいてください。えー、裸にしない限りできるんです。えー、一応確認をしておきますが、あの、一応で解説だとなんか218条1個公講談のことを言ってるんですが、もっと端的に218条3項を使っちゃうべきです。<laughs> 被疑者を裸にしない限りはできますよって言ってるんです。 一応の解説文だとね、二218条1項のところを触れてますけれども、もう端的に全裸でやることについては、もう218条3項で、というあの留保がついていますので。<coughs> えと一般的にはこれ、身体拘束を受けている被疑者っていうのは、まあ、一般的には令状なくしてできる検証としては、指紋、足型採取、身長、体重測定、裸にしない写真撮影。まあ、このあたりは逮捕された、<coughs> ごめんなさい、えー、逮捕・拘留されていて、身体の拘束を受けている被疑者については、さっきの指紋、足型、身長、体重測定や裸にしない写真撮影については令状なくしてできます、えー、が、裸にする場合には別途検証令状が必要になります。まあ、いわゆる身体検査令状ね。 もう裸にするわけですから、身体検査令状は要ります。では次に、はい、えっ、ー、と26番、捜査機関は、捜索差し押さえ許可状による捜索差し押さえの際に、はい、えー、捜索差し押さえ許可状を立ち会人に,に示している状況や発見状況、捜索現場で差し押さえるべき物を発見された状況を写真撮影することができるか。はい、えー、これは必要な処分としてできます。えー、捜索差し押さえの実効性確保のため、特にこれは物的証拠の収集保全でしょ。 いいね。えー、捜索差し押さえっていうのは物的証拠の収集保全だから、まあ言ってみれば、その捜索差し押さえ許可状を立ち合いに見せることによって、それが適法に行われてると。だから、後にこれが違法収集証拠で排除されないためだね。えー、後に違法収集証拠で排除されないように、えー、適法に捜索差し押さえを行っているという状況を写真撮影したり、もしくは発見状況によって、まあ要するにどういうふうな場所から見つかったかっていうことを写真で保全することで、えー、いわゆる犯人、が引っ込めたい。 例えば、机の引き出しの中から、例えば凶器が見つかったとかね、机の引き出しの中からこれが見つかったみたいな状況を写真撮影することで、証拠物と被疑者の結びつきみたいなものを保全するんですよ。実は私のもんじゃないとか言われる可能性があるから、これは同居人のもんで私のもんじゃないとかね、家族のもんじゃとか言っちゃうわけですよ。で、そういうことを言われると、証拠の証明力って落ちますから、あなたの机の引き出しから見つかったんだよってことを写真撮るんですよ。 そうすることによって発見された証拠物とその被疑者との結びつきっていうのが確保される。ということはこのどちらもそうですよね。<coughs> えー、捜索差し押さえ許可状を示している様子は、これはいわゆる適法な手続きを踏んでいると。えー、ちゃんとした手続きを踏んでいることで違法収集証拠として排除されないため。そしてこの捜索の現場で物が発見された状況は、 まあ言ってみれば発見された物と被疑者との結びつきを保存することによって、証拠の証明力を保全するためといったように、まあ、物的証拠のいわゆる証拠価値というのを保全するためにやってるんですよ。ということは、これっていうのは何かっていうと、捜索差し押さえの必要なな処分なんです222 <coughs> 条1項が14ず百11 1条1項として OK ということになります。<coughs> ここまでがまあ捜査法のところです。<laughs> では次、27番いきましょう。はい、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の経聴および上状な並びに犯罪後の状況により、卒業を必要としないときは控訴を提起しないことができる。えー、これは248条で、これ一般的に起訴便宜主義って言いましたね。えー、検察官に広範な起訴裁量が与えられてますから、まあ、これは OK と。 そして、まあ、ある意味、これ、基礎弁議主義などから導かれるところですが、一罪の一部基礎。えー、これは検察官できます。あの、いわゆる素因の設定権限も検察官にありますから、えー、例えば、一罪を構成する行為の一部っていうのは、まあ、典型的なものとしては、例えば、結合犯としての、強盗殺人罪で、強盗のみで起訴する。まあ、通常しないけどね。えー、強盗殺人罪だったらちょっとないか。強盗小人罪にしましょう。強盗小人罪で強盗のみを起訴するとかね。 まあそういうふうな、いわゆる一罪の一部を起訴するっていうこともできます。ということです。まあ、あとは他にも、例えば家計上一罪とかで、住居侵入窃盗で、家計上一罪になっているもので、窃盗のみを起訴するとかね。まあ、大体の場合には家計上一財の一部基礎とか、さっきの強盗精進罪のような強盗プラス傷害みたいなね。 そういう結合犯になっているものを、例えば強盗のみを起訴するといったようなのが典型的です。まあ、家計上一罪とか、もしくは結合犯のその一部分を起訴するということも、これは一罪の一部起訴として、検察官の裁量として認められてますね。では次、29番。<coughs> これは重要ね、えー。検察官は告訴のあった時点で、控訴を提起した時には告知しなきゃいけません。えー、これは260条です。 でちなみに、あの、告訴のところで勉強しているところだと思うんで確認します。検察官のこの義務については、大きく分けて2段階。え、起訴、不起訴したときはそれは伝えなきゃダメです。えー、いいですね。告訴があった事件について、起訴したか起訴しなかったかについては、必ず告訴人に伝えます。で、これ続きがあるんだよね。不起訴だった場合には、告訴人の請求があった場合には、告訴しなかった理由を言わなきゃダメです。いいですね。あの、つまり、 告訴したか、告訴があった場合には、起訴したかしなかったか、つまり起訴不起訴の判断は必ず告、えー、訴人に伝えなきゃダメです。で、あとは不起訴だった場合には、その不起訴だった理由については、請求があった場合のみ言わなきゃダメです。えー、ここはまあ担当知識っぽくなっちゃうけど、重要な知識なんで確認しましょう。<laughs> で、次に、はいえー、検察官が控訴を提起したら、検察官が期待なく起訴状等法を被告人に送達しなければならない。えー、まず結論はツなんだけども、 ええと、考えたら、基礎状を誰が持ってるんですかって話ですね。ええー、基礎っていうのは裁判所に対して基礎するわけですから、えー、基礎状の送達をするのは裁判所です。えー、ですので、検察官が基礎状を送るってことはありません。えー、もともと基礎ってどうやって行うかっていうと、えー、基礎状を裁判所に提出する形で行ってで、そしてその基礎状が裁判所を通じて被告人に送達されるわけですから、これはまあ裁判所です。ということでね。はい、じゃあ次31番。 はい。控訴は検察官の指定した被告人以外の者には、え、効力を及ぼさないから、え、共犯の一人に対してきた控訴定起の時効停止は他の共犯には及ぼさない。え、これもあの時効で非常に重要なもんね。一人に対してした実、公訴定起は他の共犯者に対する時効の停止の効力を及ぶんだからね。え、これも条文で、え、254条2項に書かれてます。まあ、この、もう全然違うって話になっちゃうわけですが <laughs>、 254条2項全段で規定されています。ですね。共犯者の1人に対して起したコート定義ね、えー。共犯者の1人に対してした、えー、コート定義は他の共犯者にも及ぶということですね。だからまあ、共犯者のうち1人がね、いくら逃げ回っていても、他の共犯者がね、えー、起訴されている場合には、えー、その間は時効は停止してます。というやつですね。では32番。 ソイの予備的記載、これはもう条文上認められてます。256条5項。ソイについては予備的択一的な記載が可能ですので、いわゆる予備的ソイの記載っていうのはもちろんこれは、これも256条の5項で認められています。では次33番、はい。構造の定義が口頭によることができる。いやー、そんなことは無理でしょう。あの一応256条1項を見てください。基礎条を提出してこれをしなければならないです。 もう起訴状の提出がマストですからね、えー、口頭での起訴っていうのは、まあ、ありげませんと。まあ、これも条文で書いてあるね、えー、256条で、えー、口頭の提起や起訴状の提出によって行われることになります。<laughs> では次に。34番は論文上めちゃくちゃ重要だし、あの、蘇院の記載事項については、あの、まずは、インの特定に不可欠な事項については必ず書かなきゃいけません。で、このインの特定に不可欠な事項というのはまさに罪となるべき事実です。 つまり、犯罪の構成要件に該当するような事実については、素因の特定に不可欠な犯罪事実になりますから、まあ、罪となるべき事実としてかな必ず書かなきゃいけません。じゃあ、共同正犯の実行行為者については、これは罪となるべき事実に不可欠なものではないよね。だけど、一般的に被告人の防御にとって重要な事項なので、あの、素因で書かなければならない事項ではないけれども、検察官は素因に実行行為者を明示するのが望ましいんです。 あくまでもしなければならないではなくて、少なくともいいですね、まあ、要するに審判対象の確定という見地からすると、え罪となるべき事実という不可欠な事項、まあ、具体的には犯罪の構成要件、該当事実については、それは必ず総因に書かなきゃいけないんだけど、それに該当しないようなもので、一般に被告人にとって重要な事項については、あの実行行為者を明示することが望ましいんです。 あのしなければならないではないです、えー。なぜかっていうと、あの、罪となるべき事実に不特定に不可欠な事項じゃないんだから。いいよね。えー、つまり、実行行為者が誰かって関係ないでしょ。その、罪となるべき事実の特定に不可欠な事項じゃないんですよ。なぜならば、共同正犯の成立要件は、まあ、正犯意思に基づいた共謀、まあ、いわゆる刑法であった共謀正犯意思に基づく実行なわけですよ。とすると、まあ、言ってみれば、まあ、正犯意思を前提として、まあ、その、共謀があったと。 共謀がなされたと。性犯意共まあ、共謀正反意志ってことですね。正反意に基づいた共謀があった。そして、誰かしらに実行行為が行われたことでしょう。共犯者に誰かしらによって、えー、その共謀に基づく実行行為が行われたことで、誰が行ったのかってことは不可欠じゃないんですよ。その、要するに共謀に加担した誰かしらがやればいいわけですから、ということは誰が、えー、その実行行為を行ったかっていうのは不可欠な実行じゃないんですよね。というふうに説明されます。えー、なので、えー、ここにあるように、<laughs> 実行行為者が誰であるのかについては、えー、不可欠の事項とは言えないというのはあってますし、一般的に被告人の防御にとって重要な事項ということもあってるんですが、ただこれは、葬儀として明示することが望ましいんですね、えー。で、ちなみにこれ続きがありましたよね。葬、え、儀、ー、として明示することが望ましく、もし検察官が葬儀として明示した場合には、それと異なる認定するためには原則として葬儀変更が必要だよって話。で、ただし、 えー、具体的な心理状況に照らして、その被告人にとって不一にならず、かつ不利益認定にならない場合には、例外的に損意変更が不要になる。っていうね。あの、損意変更の要否のところの前提の話ですから、あの、ここはしっかり押さえてね、明示する、しなければならないっていう義務付けはありませんからね。はい。じゃあ次に、えー、35番。えっ、ー、と、これは、えー、公が公務員おつと共謀の上、おつの職務上の行為に対する謝礼の趣旨で、おつから賄賂を収持したっていう収賄損意を、 まあ、造いに変更すると。で、これ見る限り、構想事実の同一性はほぼほぼあるよね、これはね。えー、おそらく、この問題文でも書いてある通り、えー、収受されたとする賄賂と供与されたとする賄賂というのが同一であるということになりますから、そうすると、まあ、この場合だったら、まあ、この問題文では具体的には書いてないけど、おそらくは日時、場所、えー、登場人物、金銭の授受,受という行為対応、金額、そういった基本的事実関係、ほぼほぼ同じですよね。何が違うかって言ったら、 収賄なのか、贈賄なのか。ですよね。渡した方なのか、受け取った方なのかの違いはあれども、日時、場所、金額、金銭の自由という行為対応、登場人物全て同じですから、基本的事実関係は同一になりますので、構想事実の同一性はあることになりますよねで。ちなみにこれ、あの、念のため確認しますけれども、収賄と贈賄なので、非両率です。えー、この二つっていうのは、まあ、もちろんこれ事実上も両立しません。 え、受け取ることと、渡すことっていうのを同時に行うことできませんから、事実上も両立しないし、え、刑法の財数上は対抗犯です。収賄と増配対抗犯で必要的共犯ですから、え、一人で行うことは財数上もあり得ないよね。ということは、これ、非両立基準からも、え、構想事実と同一性が認められる場合になりますよね。まあ、一応、これは、えー、基本的事実関係の ああごめんなさい、えー。同一性ありということですね。で、あとはプラス。まあ、非量立基準もこれ満たしますよね。事実上も財数上も両立しません、えー。事実上も財数上も両立しない事案になりますから、まあ、構想事実の同一性は、えー、普通に認められます。ちなみに312条1項の問題ね。では次に36番、時効の問題。はい、えー、時効についてはこれ、結果事節だよね。 控訴事項については、実行行為の終了のときから、結果が発生した日が異なるときには、結果発生日です。こっちになります。ですから、終了時ではなくて、結果時節が判例です。あ念のためね、あれですけど、これ、条文上は、控訴事項が起算するのは、犯罪行為が終わったときからなんですよ。 でこの犯罪行為が終わった時というのが実行行為の終了なのか結果の発生時なのかっていう解釈論で判例は一番最後の結果時なんだっていうふうにしてますよね。で、次に、えー、37番。はい。関連的競合の場合における控訴事実の算定については、はい。これ一体説をとりますよね。えー、つまり全体を一体として観察して、重い罪を基準としてやるんだよね。はい。これも稀です。あの、一般的には家計上一罪の場合は結果時説と呼ばれていて、 まず確認です。えー、全体を1個のとして観察すると。そして、一番最後が基算点です。一番最後の結果発生時を基算点として、で、一番重い法定計を基あ基準として時効期間決まります。ですから、一番最後の結果発生時が基算点で、で、それで一番重い法定計のものを時効期間でやる。まあ、結構身も蓋もない話をすると、一番時効が完成しないように扱われるということです。 もう一番最後の結果時からスタートして、一番重い法定形の時効期間でやると。と、まあ、いうのがこれが一体説というですで。ちなみにこれ忘れてる方は復習していて、県連般の場合には時効的連鎖説取るよね、えー。原則として一体なんだけれども、例えば偽造と行使だったら、まあ、実際に偽造が行われて、でそれで偽造の時効期間が行使の前に満了した場合には個別判断。というね、えー。言ってみれば偽造が行われて、偽造の その時効期間が単独で満了しちゃった場合には、えそれは単独でえ偽造の時効は完成しちゃうんだよね。だけれども、え偽造の時効が完成する前に講師を行っているとえ。偽造の構想時効が完成する前に講師を行っている場合には、時効的連鎖があるとして一体説になるんでねえ。全体として一個と捉えて、え結果発生時、まあ、この場合には講師だね。講師の時点から一番重い法定形の基準とした時効が進むと。まあいう感じで、まあ、ちょっと確認しておいてください。 一応、これ、関連的競合だからその辺問題にならないけれども、県連判だった場合には、いわゆる時効的連鎖説で、その偽造行使が分かりやすいね。その偽造の時効期間が、時、え、効、ーまあ、期間が満了する前に、偽造の時効期間が満了する前に行使が行われた場合には一体説。で、時効の、えっ、ーえー、と、偽造の時効期間が行使の前に満了した場合には個別判断。 っていうまあ、そういう判断とりましたので、ちょっと復習しておいてください。では次に、はいえー、38番、これ、重要な問題ですね、えー。四国人の精神状態に関する精神医学者の意見が、鑑定として証拠になっているときには、意見の通りに認定しなきゃならない。これ、絶対に選んじゃいけないし。<laughs> えと一応、解説確認しておいてほしいんですが、あくまでもこの精神状態に関する精神医学については、まあ、言ってみれば心神喪失とかの話でしょう。 心身喪失とか心身耗弱っていうのは、あくまでも、これは法律判断ですえ。法律判断なので、専門家の意見があったからといって、裁判所はそれに拘束されずに、自由に法律判断ができます。という話ね。えだから、えー、例えばこのように、精神鑑定とか、まあ、いわゆる心身喪失とか心身耗弱の精神鑑定において、えー、鑑定意見が出てたとしても、あくまでも裁判所が法律判断をするわけだから、その専門家の意見には拘束されません。ただし、 特段の事情がない限りは尊重しなければならないっていうのが判例ね。えー、まあ、それを採用し得ないような特段の事情がない限りは尊重しなければならないとは言ってます。ただ、あくまでも尊重しなければならないってだけで、このように拘束されることはないんですよ。なので、えー、その意見の通り設定しなければならないは確実間違いってことになります。では次に、39番。<coughs> はい、裁判所は、 えー、証人が被告人の面前においては圧迫を受け、十分な供述をすることができないときは、被告人が出頭している場合に限り、えー、その証人の供述中、被告人を大抵させることができる、これは条文があります。304条の2で規定されています。まあ、一応、こういう条文がありますってことですね。でそして40番、はいえー、被告人は供述を拒む場合に理由を明らかにする必要はないです。なぜなら包括的目的権がありますからね。 えー、ちなみに、終始沈黙することができるんですよ。被告人は終始沈黙することができるから、何の理由もなく、えー、供述を拒むことができます。41番、えー、証拠物の収集手続きに、証拠能力を否定すべき重大な違法があるか否かを判断するにあたり、手続き違反がなされた際の状況や、適法に成し得た行為からの逸脱の程度を考慮することはできるが、警察官の令状主義の選択意図の有無を考慮することはできない。 えむしろこれ結構積極的に考慮されるからね。つまり、令状主義選択の意図があるんだったら、証拠として許容するとまたやっちゃうでしょ。つまり、この違法収集証拠排除法則っていうのは、令状主義の精神を没却する重大な違法があって、でかつ、これを証拠として許容することが、将来の違法捜査抑制の見地から、相当でない場合に排除されるでしょ。で、その将来の違法捜査抑制の見地から、 証拠として許容することが相当でないかどうかを判断するにあたっては、その捜査官が令状主義選択の意図を持ってやってたかはかなり大きなファクターになりますからね。つまり、悪いと分かっててやってる。そういう場合に、今回だけ見逃してやるって証拠能力を認めればえ、だから許されるんだと思って次やるわけですよね。で、逆に違法だって知らなかったっていうことやもね、違法だって知らなかったと思っていた場合には、じゃあ今回だけは証拠能力を認めるよとしても、次やらないんですよね。 要するに、まあ、うっかりって言っちゃいけないけれども、その自分のやってることが違法捜査だって知らずにやっていて、結果、違法捜査だったっていう場合であれば、じゃあ、えー、証拠能力を今回だけ認めてあげるとしても、それはね、次はやらないってことになりますよね。なので、この悪しき洗礼になるかどうかっていうところじゃん、この将来の違法捜査抑制の検知からっていう相当かどうかっていうことは、その、まあ、悪しき洗礼になるかどうかって話だから、その時には選択意図ってのはすごいよく見られるっていう話です。 まあ、だからまあちょっとあの、まあ、講義の中では触れるような話だと、例えばこ今回のね、この違法収集証拠とは直接違うけど、例えばまあ万引きをする人が、例えばね、これは人、盗んじゃいけないって、万引きが悪いことだって分かって万引きして、例えばお,お店の人に捕まって、でそれで、ま、万引きしただろうって、じゃいや今回だけいいよ、持ち帰ってって言われたら、そいつは次もやるよっていう話です。で で、逆に自分が万引きし、万引きだと思わないでたまたまポケットの中に入れて、まあ出ようとしちゃったと。万引きする認識がなくてやって、警察官じゃなくて、その時にお店の人に捕まって、今それで、ね、あの、お金払わないで、まあ出ようとしたでしょ、つって。で、今回だけは見逃してやるよって言った場合、あ、すいませんって言ったら、もうやらないでしょ。っていう違いです。えー、なので、分かってやってるっていうケースは、見逃すとまたやるんですよ。っていうふうに。だから、このように、その、 令状主義選択の意図っていうのがすごく重要なファクターになってます。ということは論文上でも重要ね。では次に42番。はい、42番はこれはね、あの、いわゆる詩人作成の、えー、あれです、えー。詩人作成の燃焼実験報告書の話です、えー。詩人の燃焼実験報告書については、はい、まず確認しましょう。えっ、ー、と、×なんですが、あの、321条3項は詩人は全部排除されます。 あの検証っていうのは、321条3項の検証書面は、検証実況見分調書については認めるけれども、詩人については認めないよね。で、ただし、鑑定については詩人も含みます。なぜならば、その学識経験を有する者の判断の報告という点では、捜査機関も詩人も、その特別の学識経験を持っている人の判断の報告という点では、そこは変わらないからなんですよね。ですから一応、詩人については、321条3項についてはもう重要なしです。 321条の4項については、これは順用できるとしています。そうすると、この問題については、321条4項に順ずるものです。だから、同項の書面ではなくて、正しくはここは。 321条4項の書面として認めてるんですね、判例はね。つまり、少なくとも321条3項でこの燃焼実験報告書の証拠能力は認めてませんので、あくまでも4項で認めています <coughs>、はい。で、次です。43番、321条1項1号、いわゆる裁判官免税書面についてですね。裁判官免税書面については、他の事件のものでも、これは、 えー、この他の事件の後判定における証人の供述を録したものも、これは裁判官の面前の供述ですからね、いいのねえー、この後判定における証人の供述を録したものも、えー、その他の事件の後判定における証人の供述を録したものも、これは裁判官の面前で供述したものになりますから、えー、条文上認めてますよね。 で次に44番。えー、裁判所が承認尋問を決定した外国人について、承認尋問実施前に強制退去が行われた場合は、これは国外にいるときになるんだよね。供述不能になります。えー、このように承認尋問実施前に、えー、強制退去が行われた場合には、いわゆる供述不能要件の一つの国外にいるときになるんだけれども、えー、ただ許容されない場合があるよね。これは後で解説確認しておいてください。判例でもあったけれども、要は手続き的正義の観点から許容すべきでない場合。えー、例えば、 そのような国外退去にされることをことさらに利用するような場合ね、えー、検察官が、えー、この言ってもい証人の外国人だね、えー、証人をした外国人が国外退去されることをことさらに利用するような場合とか、もしくは証人尋問決定がなされた後に国外退去がなされていると、まあ、いうような場合だったら、その場合には判例が言ってるのは、手続き的正義の観点から公正さを書くと認められる場合には、えー、これは一応、形式的には供述不能なんだよね。 国外にいるときだから供述不能だけれども、証拠能力が否定される場合があると言っています。まあ、特にあのキーワードはことさらに事態を利用した場合なんていうのがキーワードにありましたよね。その国外に退去されるという状況を認識しながら、ことさらその状況を利用するような場合なんていうのが例示の一つとて挙げられてますから。まあ、そういうふうな場合には証拠能力否定される可能性がある。で、次に。 まあ45番はほぼ同じになっちゃうところですけれども、あのまあ、44と45はもうほぼ同じ問題になっちゃってますが、えー、まず国外にいるため、えー、後半準備、または公判議事で授することができないものを6種した県面聴取を証拠とすることは、それが作成され、えー、証拠請求されるに至った経緯や、供述者が国外にいることになった自由の遺憾によっては、えー、この37条2項の保障する承認審問権の趣旨に鑑み、許されない場合があると、まあ、いうことで、こちらもまあ丸です。まあ、44、45、ほぼ同じことを聞いているの問題かな。で46番 はい。任意にされたものでない疑いになる。つまり、任意性に疑いになる自白だね。えー、任意性に疑いのある自白を犯罪事実を認定するための証拠とすることは、自白法則に違反するが、えー、38条2項の自白法則には違反しない。えー、これはどっちでも違反しますからね。あの、いわゆるこの憲法の38条2項も、任意性に疑いのある自白は証拠としてできませんからね。一応ね、これ何が問題の所在かっていうと、38条2項は、一応なんか、 あのだから、列挙してるんですよ、あのこれ38条2項は、強制拷問脅迫による自白、不当に長く抑留、拘禁された後の自白っていうふうに、一応、0時列挙されてるんだけれども、判例はこの38条2項は限定列挙ではないと。 まあさっき、例時列挙という結論に先出しちゃったけれども、あのこの憲法38条2項の強制、拷問、脅迫による自白、不当に長く抑留または拘禁された後の自白っていうふうにまあ並んでるけれども、これは限定列挙ではなくて、例時列挙であると。限定列挙ではなくて、例時列挙である。したがって、ここに書かれているもの以外でも、不当にあ、ね、ここに書かれている三、ね、38条2項に書かれているもの以外でも、任性に疑いのあるものは、憲法上も許されないと。 え、憲法上も証拠能力が否定されるんだっていうのが反連の立場になっています。えー、まあ一応、まあそのようなことが一応触れられていますので、えー、まあ自白法則には当然違反するという結論になるかと思います。いいですかね。では、えー、次のところ見ていきます。はい、あと4問でと担当おしまいです。はい、47番。はい、刑事裁判の有罪認定のあたって必要とされる合理的疑いを差し出すのよじゃない立証とは、 ま、ここちゃんといきたいね。犯罪事実が存在する疑いは全く残さないというものではないと。つまり、この、有罪の認定のための合理的な疑いを指し上げる余地がない立証っていうのは、犯罪事実の疑いが全くない場合を指すわけではなくて、抽象的な可能性としては犯罪事実が存在する疑いを入れる余地がある。つまり、反対仮説があったあ、あってもいいと。つまり、この、有罪認定のための合理的な疑いを超えた立証っていうのは、反対仮説ですね。 反対仮説の可能性が全くない場合を言うのではないと。つまり、抽象的な可能性としての反対仮説というものがあったとしても、その健全な社会常識に照らして、その反対仮説には合理性がないと一般的に判断される場合には有罪判決を可能とする趣旨なんだということですよね。まあ、ここはしっかりと復習しておいてください。まあ、言ってみれば、あれだよね。もう反対仮説が全くないということが有罪理想ではないと。え反対仮説があってもいいと。 でその反対仮説があったとしても、それは抽象的な反対仮説があったとしても、それは健全な社会常識に照らして、そんなことはありえないだろうというようなものであれば、それは例えば反対仮説が仮にあったとしても、その可能性がね、い、まあ、ったい健全な社会常識に照らして、そんなことないでしょうと、まあ、いうような場合には有罪判決できますよというやつです。で、次にこれ48は、あの講義の中では結構私、触れているところなんですが、民事訴訟との違いです。あの関西は第2子は交際になりますからね。 あの民事訴訟は関西地裁公裁なんですよ。民事訴訟は関西地裁公裁、地裁公裁最高裁っていううに一段ずつ上がるんですよ。刑事裁判は必ず第二審は高等裁判所です。ですね。だから管理裁判所から行ったとしても、まあ地裁だったらまあその地裁公裁最高裁ですけど、関西からの場合も高等裁に行きますからね。なんで最終的には関西から始まった事件でも刑事事件は最後は最高裁に行きます。というやつですねえ。一応これ裁判所法の16条に規定されています。 一応 CF で、まあ、民事訴訟の場合とは違うよね。でそして49番。これもまあ、えー、講義の中で控訴審のポイントで触れたもの。控、え、訴、ー、審というのは刑事訴訟は自己審です。えー、民事訴訟は俗審主義だよね、えー。民事訴訟においては大審の続きを行うという俗審主義なんだけれども、えー、刑事訴訟というのは第一審は大審で完結して、控訴審というのは第一審が正しかったかっていうのをレビューするんだよね。 大臣が正しかったかどうかっていうのは、控訴審はレビューするという自護審になりますから、大臣から切り離されるんですよ。えー、あくまでも大臣で、えー、判決が出て、で、控訴審においてはその大臣が正しかったかどうか、まあ、いわゆる適法だったかどうかってことですね。え、大臣に違法がなかったかどうかについて、え、自護審として第二審で見るということになりますから、えー、となるとあくまでも法律論になるんですよね。結、あの、言ってみればどこが違法だったかみたいなね。ということになるので、被告人の出頭はいらないんです。 えー、ということで、えー、被告人の出頭不要です。えー、これ、390条の、えー、問題ですね。えー、390条に規定されていますで。これも同じで、民事訴訟と刑事訴訟の違いを、まあ、今回、私の方でちょっと選んだ足って感じですかね。あの基本的には、まあ、刑事訴訟の場合は、まあ、特に民事訴訟と違って、俗進主義取ってないんですよ。あくまでも刑事訴訟っていうのは、自己審になりますから、えーまあ、大審は大審で完結しちゃってるんで。 第2審においては被告人の出頭はいりません、まあ。あくまでも、まあ、弁護人と検察官が弁論を戦わせるんです。あの、控訴審以降は。控、え、訴、ー、審以降は、えー、弁護人と、えー、検察官が弁論を戦わせる場なんで来なくてもいいと。でそして、えー、有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは、無罪の言い渡しに対して再審請求できる。えー、これはさすがにかわいそうですよね。えー、これは,あはこれ、あの、再審っていうのは、これ、有罪の判決しかできません。 435条にありますけれども、再審請求については、あの有罪が無罪になるとかね、えー、そういう話です。あのつまり、無罪で再審が行われて、逆転有罪っていうのかな、えー、無罪判決が確定した後に再審請求して、 えー、有罪になるってことはありえません。いいですね。これは、あの、条文でもいう最新請求っていうのは、有罪の確定判決に対してのみ行うということが、435条で規定されてます。はい。というところですね。えー、一応、ざっくりになりますけれども、一応、担当の問題、結構ね、あの、ある程度入門段階でしっかり押さえてほしいものをちょっと選んだ、まあ、ちょっとある程度一部重複する問題を作りましたけれども、えー、しっかりと、あの、抜けてるところをね、補って、えー、もらいたい問題かなとは思いますのでね。 しっかり確認しておいてください。ではですね。えー、次に、えっと、今度は論文の方ですが、こちらも簡単に確認していきますので、えっ、ー、と、一応解説文の方を使って、まあ問題の方と合わせていきます。まあ一気にいきます。あの、まず書けなきゃいけないよってところのチェックです。まず一番。一番については、問題については、まあ、強制処分の意義を書けみたいな話でしたよね。 え、強制処分の意義は何ですかっていう問題になりますから、まあ、ここは、一応これですね、明治または木図に支配して重要な権利利益の実質的な制約を伴う処分とか書ければいいです。えっ、ー、と、ちなみにこれ、カッコで書いている判例のやつを書いてもいいです。え、カッコの中は判例の立場になりますから、これは書いて、あの、判例の立場を書けていれば、どちらでもいいです。まあ、一般的には学説の上が有、有力というか論文で書く方が多いかな。 で次に、任意処分の限界について書きなさい。まあ、基本的にはこれ書けてればいいです。必要性、緊急性を考慮したい、具体的状況で相当な場合で、えっと。ちなみに補足的に言うと、具体的状況ので相当っていうのは必要性、緊急性と非侵害法域を比べて、えー、必要性、緊急性が上回っている場合を言うということも補足的に書いてれば、まあ、なおよしって感じですけどね。まあ、一応この、えー、マーカーで引いたところが書ければいいです。でそして次に、えー、逮捕手続きに違法があった場合の交流請求の問題でしたが、 えー、こちらについてはちゃんと、えー、言えるようにしておいてください。原則はダメですよね。えー、原則は逮捕手続きに違法がある場合には、交流請求は認められないけれども、例外は警備な手続き上の可視にとどまる場合が OK ですよね。えー、例外としては、警備な手続き上の可視にとどまる場合には、えー、交流請求が例外的に認められます、えー。具体的にどういう場合かっていうと、ここまで、まあ、ここまでかけてればばっちりかなあの。実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件があり、 そして、48時間、24時間、72時間の,あのルールね。いわゆる72時間ルールを守っている場合は、警備な手続き上の過信に留まるとして、えー、交留請求が認められることになります。まあ、言ってみれば、実質逮捕の時点で、その気になれば緊急逮捕できた場合です。その、言ってみれば、実質逮捕だって評価されて、違法逮捕だったということでしょ。緊急逮捕、ごめんなさい。えっ、ー、と、その実質逮捕か、えー。まずは、令状なき実質逮捕と評価されて、逮捕が違法だとされた事案でしょ。 で本来だったらそれは違法、まあ、ちゃんと説明すると、あの原則は、まず実質逮捕になってるから、最初の身柄拘束違法ですよね。えー、その最初に実質逮捕と評価されている以上は、最初は実質逮捕として、令状なき逮捕で違法でしょそうすると、その後に通常逮捕手続きを取っても、同一目的直接利用で違法性承継されるから、通常逮捕も違法になるんですよ。その後になされた。えー、その後になされた通常逮捕も、おそらくはその先行する実質的逮捕、えー、先行する その令状によらない実質的逮捕があって、ごめんなさい、その実質的逮捕があって、そのおそらくこの実質的逮捕状況を直接利用して行われた通常逮捕ということになるでしょうから、でも同一目的でしょう。ということになるから、その最初が実質的逮捕で違法ならば、その後にやった令状の逮捕も違法性が承継されて、逮捕も違法になると。で、その後の交流請求も、それは。あの 逮捕前続きの逮捕というのは適法な逮捕であることが必要だからね。というのが原則なんだけど、ただ、例外として言えることが、実質逮捕だと評価された時点ね、実質的逮捕だって評価された時点で、緊急逮捕の要件を満たしていて、その気になれば適法に緊急逮捕ができたという場合には、それはあくまでも手続き上の警備な瑕疵なんですよ。緊急逮捕手続きを取らなかったというだけの話になるわけです。緊急逮捕の要件を満たしていればね。 この実質的逮捕の時点で緊急逮捕の要件を満たしていれば、えーまあ、一応、緊急逮捕の手続きを取れたのにしなかったということになるから、まあ、違法の程度は大きくないと、えー、裁判例は考えていますで。かつ、あとは実質逮捕の起点とした制限時間内であると。これを満たしている場合には OK だというのが判例。で次に、えー、再逮捕、再交流については、まあ、必要性と、要するに相当性ですよね。えー、新証拠や逃亡在所ののの恐れなどの 新事情の出現によって、このように再捜査の必要があって、で、被疑者の利益と対比してもやむを得ない場合であって、逮捕の不当な蒸し返しと言えない場合には、例外的に再逮捕再考慮も許されると。で、一応これは、あの、再捜査をね、再逮捕再考慮の必要性と、それから非侵害法疫との相当性だよね。そこが欠けてればいいです。イメージとしては。その 再,再逮捕再交流の必要性があり、かつその非侵害法益を上回るだけのその必要性が認められる。まあ、言ってみれば、えー、その再逮捕が必要かつ相当である場合ですね。えー、再逮捕が必要かつ相当である場合というのが一般的。で、5番についてはバッチリ言えるようにしてください。えー、明治が要求される趣旨は、裁判官の立場からすると、令状の審査ですね。令、え、状、ー、審査の慎重を期すこと。そして、捜査機関の立場からすると乱用、乱用的捜査を防ぐこと。 一般的な、一般的探索のような権限欄を抑制すること。そして、非処分者からすれば、受任限度を明示すること。この三つですよね。裁判所についてあの、令状の明示っていうのは、裁判所にとっては令状審査を慎重にする。捜査機関については、捜査権限の乱用を抑制する。非処分については、非処分者については、受任限度を明らかにする。というのがこの趣旨でしたね。で次に、はい。 えー、6ですけれども、えーまあ、こちらについても、証拠隠滅の蓋然性が認められる場合には、えー、必要な処分できます。まあ、言ってみればね、あのー、疑問によってあの開けるっていう行為は、やっぱりあの鍵を壊すのよりはまだ楽だろうっていうね、えー、鍵を壊すよりはまだね、非侵害保育も少ないから、まあ、このように、あのーまあ、宅配便を装ってね、えー、扉を開けさせる行為っていうのは、 え必,要必要な処分、111条1項の必要な処分になると、であとはこれ、関連するものとしては、このように宅配便を装ってドアを開けさせる行為とか、あとはホテルの、ね、マスターキーを使って鍵を開けちゃう行為、えー、フロントからマスターキー借りてきて鍵を開けちゃう行為なのかも、これは必要な処分に当たるとされてますからね。まあ、一応、キーワードとしては、執行に不可欠な事前行為であるということですね。まあ、一応、鍵を壊すのと、まあ、比べてもまだね。えー 非侵害保育も少ないしね。っていうところです。では次、7番。はい。えっ、ー、と、まず第三者の証言物、これ、こう、さっきね、あの、担当でやった話ですので、えー、念のため確認。原則は第三者の携帯物の捜索はできませんね。えー、原則としては、それは裁判所の令状審査が及んで、裁判官の令状審査が及んでるとは言えませんから、えー、たまたまその場に居合わせた人。これ、同居人だったら違いますよ。同居人だったら令状審査を及んでるけれども、たまたまその場にいた第三者であれば、 それは、あの、令状審査を読んでませんから、えー、原則として第三者の携帯物の捜索は許されないことになります。で、ただ、例外がありましたよね。例外は、陰徳を疑うコードの合理的理由がある場合には、まあ、特に現任するような場合が典型だと思います。えー、この第三者がそれを陰徳するのを捜査官が現任した場合などの、陰徳を疑うコードの合理的理由がある場合には、元に戻せということができるんだよね。いいですね。 えー、こ,このような合理的理由がある場合には、その、現場保存的措置として元に戻しなさいということが必要な処分としてできるってことです。だからポイントとなるのは原則、令状の効力を呼ばないってことをちゃんと言ってください。えー、原則は第三者の携帯物では令状の効力を呼ばないから、その中を捜索することはできないんだけれども、そこに隠したっていう合理的疑いがあるような場合には、現場保存的措置、つまり安全地帯に逃げ込まれちゃったわけですよ。その第三者の携帯物ってある意味安全地帯なんですよ。その、令状審査が及んでないような、 え、令状の効力が及ばない場所だから、例えばたまたま友達が来てて、友達のバッグの中っていうのは令状の効力を及ばないわけですよ。だから場合によってはそこに覚醒剤隠しちゃえば安全地帯に逃げ込ませることができるわけですよ。だけどそれを捜査官が例えば見たりとか、それを高度に疑わせる状況があるんだったら、その安全地帯から元に戻せってことが言えるんですよ。つまり、あくまでも令状の効力を呼んでないから、第三者のカバンの中を捜索して差し押されることできないんですよね。 だけどそこに何か逃げ込まれたというような合理的な疑いが出てきた場合、まあ、ここにある、インを疑う高度の理由があるんだったら、要するにその安全地帯から元に戻しなさいということが必要な処分としてできると、でその上で元に戻して差し押さえられるんです。という話だねえ。ここはしっかり確認しておきましょう。はい、で8番はもうしっかり、あの無礼状捜索が認められる趣旨は相当説ね、えまあ、言ってみれば逮捕の現場には証拠の存在する外然性が高いことから、え無礼状の捜索差し押さえが認められることになります。 そして次に、はい、別材の、別の非技術のものが見つかっちゃったときどうするか。ですよね。あの、原則ダメですよ。あの、あくまでも非技術に関連する証拠物没収すべき物と武器逃走具しかできませんから。あの、基本的には、あの、捜索差し押さえができるのは、逮捕に伴う捜索差し押さえで認められるものはこれでしょえ、非技術に関連する証拠物と没収すべき物。それから武器と逃走具。 えー、しか差し押さえられませんから、えー、別罪のものについてはできません。いいね。別の非技術実については、逮捕に伴う捜索差しできない。じゃあどうするかって言ったら、まあ、1,2,3って3つあるわけですね。まあ、任意提出を受けて領地するか、別途令状を取って差し押さえるか、もしくは、それが覚醒剤のような放禁物ならば、その場で現行犯逮捕してください。で、現行犯逮捕してしまえば、逮捕に伴う捜索差し押さえできるようになるからね。あの、事件解説からすれば、例えば、その、 障害で逮捕された人を覚醒剤でもう一回逮捕することができるわけでしょ事件大切なら。だから例えば、障害で、一つの例ね。障害で逮捕して、逮捕に伴う捜索してて、覚醒剤が出てきたら、その場でそれは差し押さえは当然にはできないわけでしょだって、障害罪の逮捕なんだから。だけど、覚醒剤の現行犯逮捕ですから、覚醒剤所持で重ねて現行犯逮捕して、で、それで逮捕に伴う捜索差し押さえで、覚醒剤に関連するもので押さえちゃう。っていうことになりますから、まあ、ここはしっかり言えるようにしましょう。で、次に X 線ですね。 X 線はまずこれ流れをしっかり言うように、これ強制処分に当たります。えー、まず目次の意思に反するでしょ。目次の意思に反して、で、荷物の中身っていうのはこれ、梱包された荷物の中身って非常に強いんですよね。いいよね。えー、非処分者の目次の意思に反してるし、梱包された荷物の中身っていうののプライバシー性は非常に高いし、まあ、これちょっと判例が言ってるのは、X 線を当てることっていうのは、もう相当細かく中身分かるんです。うかがい知ることができるんですよ。例えばあのね、 あの荷物から X 線入れると、たいなんかビニール袋の中に粉末が入ってるぐらいのことは全部分かっちゃうんですよ。なので、そうすると、この、えー、梱包された荷物に対して X 線を照射することっていうのは、あのまあ、言ってみれば非常に強いね、えー、プライバシー侵害、えー、梱包された荷物に対するプライバシーの中身を相当程度具体的に分かってしまうと、えー、いうことから、プライバシー侵害の程度が高いので、重要な権利利益の侵害だから強制処分に当たると、でそれで終わらせたのよ。 強制処分にあたって、それは性質上互換の作用で対象物の形状を把握するんでしょうということは、これは検証に当たるんだと。えー、互換の作用で対象物の形状、性質を把握するものだから、検証に当たるんだと。ということは、検証に当たるならば、それは無例上でダメだよねっていうところまで書きましょう。まあ、そこまで書けると、まあ、バッチリという話。まあ、一応、個人的には強制処分に当たるまで書ければ、とりあえずまるでいいと思うけれども、あのもし論文で論述するんだったら、ここまで書く。発表が必要になるからね。 で次に、はい、今度は目的権の保障の違いですけど、これはいいね。憲法上の保障はあの自己不在拒否特権のみです、えー。憲法上の保障は自己不在拒否特権のみですが、えー、係訴法上の保障は包括的目的権まで及ぶと。で次に12番、えー。12番については、これはあの学説問題っぽいのをちょっと記事で出したんだけど、その供述に当たるという考え方ね。 え、ポリグラフ検査が供述に当たるから、目的検侵害の問題になるという見解の根拠を書きなさい。で、一応二つほど書きましたけれども、少なくとも、発問との対応で証拠的意味を持つ。だからこれは絶対書きたいところ。つまり、ポリグラフ検査っていうのは一応、生理的変化ではあるんです。汗をかいとか、脈拍が早くなったとかね。えー、その嘘発見器。ポリグラフ検査っていうのは、一般的にはそういう生理的変化なんだけど、発問に対応するんだよね。この質問をしたら汗かいた この質問をしたら、えー、脈画が早くなった。みたいに、発問等の対応で意味を持つから、結局、教述証拠の性質があるだろうということ。いうことですね。で、あとは、もう、丸2としては、このポリグラフ検査というのは言葉じゃなくて、その、反応、生理的反応で、え、意思を伝達させる性質を持つと。まあ、いうことから、まあ、教の取得と同じだよねっていう理解をすればいいです。まあ、一応理由としてはね、ポイントは、発問との関係で、その意味を持つという点は、これを押さえておいてください。だから、 ポリグラフ検査の生理的変化というものは、えー、これは生理的変化にとどまらず、発問との対応,対応で意味を持つから、えー、供述に当たると。だから同意なきポリグラフ検査は目的検診会になるっていう、ねえー、考え方を取りますよね。では13番、こちらはいいですかね、あの逮捕あの捜査のために必要があるときは、もうこの要件をちゃんと言えばいいです。えー、石見等を認めると、取り調べ等の中断により顕著な主張が生じる場合ということですよね。 で次に、もうこの辺も言えてねみたいなもんね、14番、ソインの機能言えなかったらもうやばいっていう感じになっちゃうので、あの、もしね、あの、まだ十分にまだ学習が進んでなかったりする場合には、あの、あこれ知らないとやばいものだなっていうことをとりあえずしっかり頭に入れて、えー、もうしっかり、まあ、頭の中に入れて押さえて帰りましょう。ソインの機能は2つね、ソインの識別機能とあ、ごめんなさい、裁判所に対する識別機能。つまり、審判対象の確定ですよね、ね えー、審判対象を明確化するという、えー、この審判対象の明確化という裁判所に対するインの識別機能と、あとは被告人に対する防御機能ですよね。つまり防御の範囲を限定明確化すること。つまりインって何のためにあるのかっていう話ですよね。インの機能っていうのはこの裁判所に対しては識別です。あの、言ってみれば、えー、っと、審判対象を明確化するということ。で、被告人との関係では防御範囲を明確化すること。という、ここをちゃんとかけてれば OK です。 で、次に、ソインの、えー、このね、用品については、この1,2,3、これかなり長かったと思いますけれども、しっかり書けるようにしてください。まず、原則はこれでしょあの、罪となるべき事実の特定に欠けるような事項については、まあ、必ずソイン変更が必要。いいですね。まあ、ちょっと言葉を変えて言うと、罪となるべき事実の特定に不可欠な事項について変動がある場合です。罪となるべき事実の特定に不可欠な事項に変動がある場合には、絶対的にソイン変更がいる。 じゃあ、そうでない場合はそうでない場合には、一般的に被告人の防御にとって重要な事項については、検察官は、素因として明示することが望ましいんです。明示しなきゃいけないわけじゃないからね、えー。つまり、罪となるべき事実の特定に不可欠な事項に当たらないものの場合には、一般的に被告人の防御にとって重要な事項については、明示することが望ましい。で、明示しちゃったからには、素因変更がいるようになるんですよ。 明示をした場合には、判決によるとそれと異なる、自主的に異なる認定をするには、素因変更哲がいる。ただ、2の例外があるよね。この丸二の場合であっても、被告人の具体的な審理経過に照らして、被告人に不意打ちを与えるものではなく、かつ、判決の認定事実が不利益にならない場合には、例外的に素因変更はいらないよっていうやつです。いいですかね。 あの、一期一句はまでいらないかもしれない。一期一句まではいらないけれども、これざっくりはちゃんと言えるようにで、特にあのもうなんか予備とかローとかで。でも,うもうま司、あ、法試験もそうですけれども。えー、まあ、今年も試験が迫ってるっていう感じであれば、これはもうほぼ確実に言えなきゃいけないです。えー、まあ、ちゃんと中身のね。正確な理解も含めて。 えー、罪となるべき事実の特定に不可欠な事項の変動がある場合には、絶対的に益変更で。そうじゃない場合には、一般的に被告人の防御にとって重要な事項については、検察官は損益として明示する方が望ましい。で、明示したからには、それと異なる認定をするには損益変更が必要で。で、そのような場合であっても、具体的な心理経過に照らして、被告人にとって不打ちにならず、かつ不利益認定にならない場合には、例外的に損益変更不要。という3点セットで。そして次です。 はい。えー、一応、基本的事実関係の同一性って書いてればいいです、で素因変更の可否については、基本的事実関係の同一性、近接性があれば、構訴事実の同一性が認められます。で、この時に一応、米印でも書いてきましたけれども、まあ、非量率基準なんかが補充的に用いられますよ、って話ね。で、あとは、まあ、二つ目のポチにも書いたけれども、あの、実体法上の一例を構成する複数の事実は、構訴事実の単一性があるものとして、必ず構訴事実の同一性が認められます。一応、これは補足です。 えーまあ、少なくともこの一番下のところにあるように、あの実体法上の一体を構成する複数の事実の場合には、もう構想事実の単一性があるものとして、当然に構想事実の同一性があります。で、でそうじゃないものね、そうじゃないものについては、基本的事実関係の同一性を見て判断するということね。で、でそれで、補充的に非量立基準を使っていくと、まあ、いうことになると思います。 まあ一応これ、まあ丸、丸抜っていう観点からすれば、一応基本的事実関係の同一性をかけていれば、とりあえずは OK かなと思いますが、まあ、この両立非両立基準が補充的に使われることと、あとは構想事実の単一性が認められる場合には、当然に同一性があるっていう知識ね。えー、そこはもうちょっと一応知識としては持っていくべき。で、次に、今度は、はい、全、えー、科聴取を使っちゃいけない理由ですよね。はい、えー、これはまああのー、しっかりと理由は言えるように、あのー、ここですよね。 実証的根拠に乏しい人格評価を加えた推認過程が介在する方です。いいですね。要するに、全科調書を使って被告人の犯人性を立証すると。えー、それは原則許されないわけですよね。で、なんで許されないかって言ったら、これは、まあ具体的な内容としては、被告人に対して全科調書にかかる犯罪事実と、同種の犯罪成功があるんだと。同種の犯罪を行う犯罪成功があるんだっていうね。つまり、一回やったやつはまた同じようなことをやるだろうというね。そういう推認過程が入っちゃうんですよ。 まあ一回犯罪行為を行った場合には同じような犯罪行為をまたするんだろうという、その実証的根拠に乏しい人格評価を加えた推認過程が介在してしまう。で、その結果、やっぱ誤った心象を抱かせるから法律的関連性が否定されるわけだよね。で、これがその理由です。じゃあどう、例外はどうだったかっていうと、例外は顕著な特徴を有しているだけでは足りないんだよね。顕著な特徴を有していることに加えて、その特徴が 等々程度類似することから、それ自体で、両者の犯人が同一であることを合理的に推認させる場合です。まあ、一応必ず書いてほしいのはこれです。つまり、前科にかかる事実と控訴事実の対象だけでね、いいですかね、えー、前科にかかる事実とその控訴事実の2つの事実を比べるだけで、 この二つの事件の犯人は同じであるということが合理的に推認できるだけの特徴がいります。で、その場合には、この丸一の推認過程入らないんですね。まあ、言ってみればどういう状況になるかというと、まず丸まずね、前科聴取で犯人が A であると。これは前科聴取証明できます。前科聴取で前科の犯人は A であることが証明できる。で、その前科の事実と控訴事実を見比べたら、その控訴事実を見比べるだけで、 こんな特徴があるんだったら、この犯人は同じに違いない。ということが推認できる。そうすると、この前科の事実と控訴事実が、もう顕著な特徴があって、かつ、その二つの事実を比べるだけでね、その事実の対象で、両者の犯人が同一であることが合理的に推認できるならば、どうなるか。えー、こういう推認過程なんですよ。前科の犯人は A である。前科の犯人と今回の犯人は同一人物である。従って、えー、今回の犯人は A である。 っていう推認ができる。で、この時には、悪いことやったやつはまた悪いことやるだろうっていうことにはならないわけでね、えー。悪いことやったやつはまたや、また悪いことをやるだろうっていうね。えー、そういう、この実証的根拠にともし、人格評価は介在しないので OK ってことになるわけです。一応、キーワードはそこね。その、前科事実と控訴事実の対象のみで、その二つの犯人が同じであるということが合理的に推認できるだけのき、あの、類似性がいるってことで、ね。で、一応、18番。あとは一気にいきます。18はいいね、これね。 あの、X は泥棒だって言ってたやつ。<laughs> あの、公の名誉毀損だったら非伝文だよね。えー、つまり、その X は泥棒だっていう発言だけでいいわけですね。その発言の X が泥棒かどうかは問題になりませんから、えー、公の名誉毀損の犯人性を証明するためには、名誉毀損の発言があったことのみで足りるわけですから、えー、その発言内容の真実性が幼少事実との関係で問題になりませんから、非伝文。で、ただ、X の説ト の犯人性を立証するためには、X が泥棒だったかどうかが問題になりますよね。X が泥棒だったかどうかが問題になりますから、その時には、X の窃盗の犯人性を証明しようとする場合には、その場合には伝文としては使われることになるね。ということです。でちなみに19番、これは以前、あのあの二重の伝文性の解消です、えー。署名応印が必要とされるのは、一応共通録書というのは本来再伝文なんだよね。 え、教術録首書っていうのは、現教述者の伝文過程と、え、現教述者の伝文過程と六首者の伝文過程が入っている、本来は再伝文、二重の伝文があるんですよ。だけど、署名応印があることによって、六首者の伝文過程が正確であることが担保されるわけですよ。ですね。え、その署名応印によって、六首者の伝文過程が解消され、結果単純な伝文証拠として扱われる。ということだね。 この署名応印っていうのはどういう意味を持つのかっていうのは、まあ、そこが書けてればいいでしょう。えー、もともとその教術六書っていう性質は、現教術者の伝文と六書者の伝文っていう意味では二重の伝文過程が入っていると。で、署名応印をすることによって、現教術者が間違いないっていう署名応印をすることによって、六書が正確だってことが担保されるから、六書者の伝文過程が解消されて、結局現教術者の伝文過程のみが残ると。 そうすると通常の単純な伝聞証拠として扱われることになる。まあ、教授書と同じ扱いになる、ね。そして20番はいいですね。これ、任性説を一応触れました。えー、一応判例が任性説とってますから、まあに、自白の任性については、この虚偽の自白を誘発する恐れならる状況があるかどうか、実、え、質、ー、的な目的の侵害があるか、つまり虚偽配慮と人権擁護を総合考慮していくって考え方でね。で、次に、補強証拠的格については、それ自体に証拠能力があって、かつ自白からの独立性がいるね。まあ、これも、 補強証拠を足りえるためには、えー、その補,補強証拠も証拠ですから、補強証拠も証拠ですから、それ自体に証拠能力があることと、自白からの独立性がいるということになります。では、えー、22番、はいえー、これはなんかあの、実際の練習問題ね、あの一応、X と Y で、X が否認、Y が自白ということですね。X が否認、Y が自白。で、えー、X を有罪にするにあたっては、X との関係では、Y の自白は、これは自白ではありませんよね。 X との関係では、X のその関係ね。X との関係では Y っていうのは X とは別,な別人格ですから、Y がやりましたって言ってるのは、X との関係では自白ではないので、補強証拠をいりません。したがって、X を有罪にするためには、Y の、いや、X と一緒にやりましたっていう供述だけで、X は有罪にできます。いいですよね。で、今度は Y の方はどうかっていうと、Y にとっては私がやりましたって言ってるわけだから、Y との関係では自白なので、補強証拠をいります。 したがって、この Y との関係では、その Y がね、X とやりましたって喋ってる供述は自白に当たるから、補強証拠が必要なので、Y の供述のみでは自白には有罪にできない。というのが一応論理的な規決ですね。えー、つまり、X は否認していて、Y が X とやりましたっていうふうに Y が供述している。この時には、X の真理との関係ね、X との関係では Y の発言は自白じゃないので、 え、補強法則適用されないから、え、Y の供述で X を自白 Y の供述で X を有罪にできる。で、Y との関係では Y が自分で X とやりましたって言ってるわけだから、え、Y の真理との関係では Y の供述は自白なんで、補強証拠がなければ Y は有罪にできない。そうすると、この事案っていうのは、ちょっとなんかパラドックス的なところが、パラドックスというか、なんかちょっと、あの、矛盾的なところがあって、あの、否認している X は有罪にできるのに、認めてる Y は有罪にならないんですよ。こういう事案だと。 えー、X, は X はやってないって言って,て、Y はやりましたって言ってて、他に何も証拠がないときには、否認している人は有罪にできるんだけれども、えーまあ、自白している人っていうものは、えー、有罪にできないという、ちょっとなんかパラドキシカルな感じになっちゃうというね、まあ、そういう問題でした。では、23番はいいですね、さっき触れた話、違法収集証拠排除法則はちゃんと言えるように、令状修行精神を没却する重大な違法。 そして、えー、これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑止の検知から見て、抑制の検知から見て相当でないと認められる場合ですよね。でそして、えー、次に違法性の承継もさっき触れましたかね。えー、先行手続きの違法が後行手続きに承継されるのは、同一目的直接利用だよね。えー、両手続きが同一目的であり、えー、そして後行手続きが先行手続きのもたら先行手続きもたらされた状況を直接利用した場合です。で、最後、えー、この一時不再履行の及ぶ範囲は、控訴事実の同一性の範囲になります。 でこれはですねあの理由をちゃんと言ってほしかったのが、あの二重の危険の禁止ってやつが言えたの、ケ、OK、ーつまり、一時不再履行って何ですかって言ったら、一回刑事訴追の苦しみを受けたものは、二度とその苦しみを受けないというのが、えー、二重の危険禁止の原則ですよね。とすると、被告人っていうのは、控訴事実の同一性の範囲で有罪にさ危険にさらされてたんですよ。なぜならば、控訴事実の同一性の範囲で、検察官は、 まあ、変更でできたわけでしょ、えー、つまり、ある事実で起訴されました、である事実で起訴された被告人というのは、まあ、例えばこれがですね、あのー、例えば控訴事実の単一性の問題であれば、えー、1罪を構成する事実すべてが起訴される恐れがあったわけですよ。まあ、検察官同時措置の義務がありますから。 検察官はそので同時措置の義務があるから、ある事実で起訴されれば、一罪を構成する複数の事実について、つまり公一事実の単一性がある場合には、その事実については全て検察官はそこで蘇院として追加変更することができたわけですよ。で、そうじゃない場合でも、その、検察官は公訴事実の同一性のある範囲で蘇院変更をできるわけですから、そうすると、ある事実で起訴された被告人っていうのは、結局突き詰めて言うと、その事実で起訴されたことによって、 控訴事実の同一性が認められる範囲では、検察官は素因変更で追いかけ回せるわけですよ。そしたら、その事実の範囲内で、有罪判決の恐れというのは抽象的にさらされてたわけですよね。で、あるならば、この二重の危険禁止の原則から考えれば、やっぱり控訴事実の同一性の範囲内で、被告人は危険にさらされてた。したがって、一時不再履行の範囲は控訴事実の同一性の範囲だというふうに説明されるわけです。 まあちょっと今回問題25問出しましたけど、まあ、どれもですね、結構まあ重要な問題で、かつまあ、 あの、しっかりと理解しているかどうかが結構差がつく問題っていう形でちょっと私の問題の方を作らせていただいてますので、抜けているところ、ちょっと一回戻りますけれども、抜けているところとかもしくはね、ちょっとまあ忘れているところとか、そういうところがあったらぜひね、しっかり確認していただければと思います。今回担当の方もですね、少しまあ論文で聞かれないようなところでまあ入門では扱っているけれども、ちょっと論文ではあまり聞かないところも少しえ出していますので、そこの部分もしね、抜けているところあればまあ入門講座、 いやインプット講座のところでは、えー、次回はまた憲法ということで、ね、また憲法の方も同じような形で確認テストやっていきますので、まあ、今日のところしっかり復習しておいていただければと思います。それでは、えー、本日の一斉テストの解説の方は以上といたします。それでは、お疲れ様でした。